はい、今日は久しぶりに、How to、ピストバイクのトリックの一つの紹介をしたいと思います。分かりやすく今日はちょっとスタッフのなるみの自転車を使ってちょっと行ってみたいと思います。今日の How to はフロントアップ、まあ、そのまま名前の通り前輪を上げるトリックなんですけども、まあ、ウィリーをするにあたり必要なトリックだったり、まあ、僕みたいにフロントが回る、車体であればバースピンに必要だったりするトリックなんで、まあ、これからトリックで遊びたい人は覚えておかないといけないトリックにはなるので、ちょっと参考にしてみてください。で、よくある失敗、まあ、スタンディング状態から練習するのが基本なんですけど、みんな手で上げようとしちゃうんで、手で上げようとしちゃうとどうしてもこういうドロップハンドルだと前傾姿勢になっているので、こう上げにくいというか重たくて上げれないんですよね。前傾になっているんで、例えばこう手だけだけど手だけだとこれぐらいしか上がらないんですけど、フロントアップのコツ、感覚的には手で上げるというより重心を後ろにしてあげるっていうイメージなんですよ。それプラス右利きの人、左利きの人は僕が今話していることの反対と思ってください。右利きの人はスタンディングスキッドと一緒のペダルポジションですね。基本的に踏み込みやすい、右足を踏み込みやすい位置に置いてハンドル持って踏み込む、踏み込むと同時に引き上げて体重を後ろにする、この3つができるとフロントアップ、フロントがかなり軽くなって上げやすくなります。ちょっと一回やってみます。スタンディングからって感じですね。ちょっとさっきより浮いたと思うんですけども、右足の踏み込み、クッて踏み込むのと上げるのと体重を後ろにするっていうことが大事なポイントです。で、まあ、分かりやすくちょっと説明すると、例えばこういう、まあ、今日はうちのバイクスタンドなんですけど、まあ、電信柱とかポールとか柵とかを持ちながらやるとちょっと感覚がつかみやすいかなと思います。こういうのに持って手だけだけど前傾姿勢か、手だと上がんないけど体重を後ろにすると上がるんです。結局体重を後ろにできるともう手放しでフロントアップできるんですよ。踏み込みと体重さえ後ろにできれば手放しで上がるんですよね。こういう感じなので、最初はまあこういう何か手を持って左手で何かを掴んで上げる練習で、最初は多分なかなか踏み込むって言っても前に行っちゃう人が多いんですよ。こういう感じで、そうじゃなくて踏み込むのもボクシングでいうジャブみたいな感じでクッてクッて踏み込むだけなんで、一瞬でこうフッて一瞬で踏み込んで引き上げて体重を後ろにするっていう、この3つをできればいいです。体重は本当にもうイナバウアーじゃないですけど、こうちょっと後ろにこう反れる、反るイメージ、反るイメージ、反るイメージでやってもらえればいいかと思います。まあ多分なかなか最初は難しいと思いますが、ちょっとこんな感じで慣れてみてはいかがでしょうか。分からなければブローチャーズ大阪まで来ていただければ、5分で教えます。それではお待ちしてます。バイ。